ただから外交防衛委員会を開会いたします。委員の移動についてご報告いたします。昨日までに山本博史君および山本一太君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君および岩井茂樹君が選任されました。投資の促進および保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税および租税回避の防止のための日本国とスペイン王国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税および租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税および租税回避の防止のための日本国とコロンビア共和国との間の条約の締結について承認を求める件および所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税および租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、以上5件を一括して議題といたします。政府から順次趣旨説明を聴取いたします。